はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらゾイドワイルド ZW25 ビーストライガーライオン種と ZW26 キャノンブルーバッファロー種です。 はい、ゾイドワイルドも7月27日からセカンドシリーズ突入でそれに合わせて新しいゾイドが発売するんですけどこれまでのワイルドブラストと違ってエボブラストとマシンブラストっていう新しいギミックが搭載されてるんですよねそれがどういうものかというと横を見ると基本的な遊び方はこれまでと同じで発掘開始ボン復元復元完了で必殺技なんですが歩行アクションからの第一段階の攻撃からさらに爪 これが進化した新たなギミックってわけですね。で横を見るとゾイドの解説だったりとか後ろ側にはビーストライガーの機体説明ゾイドワイルドストーリーっていうのも書いてあってこちら側には火山地帯使用ゾイド改造計画書こういうこともカスタムアップで今後可能ってことかな そしてエボブラストの状態の画像があったりとか、もう一つのキャノンブルー。これも箱の時点で古き良きゾイドというか、バイザーが繋がってるとことか、武骨な感じめっちゃ出てますよね。で、こっちはマシンブラストで、復元完了の後パーツ展開でミサイルの発射口が稼働と。こちら側はより機械的に、こちら側はより生物的にって、敵味方でコンセプトが変えてあるわけですよ。 で、キャノンブルの機体説明プラス、ゾイドワールドストーリーと、ゾイド改造計画書。では、両方作っていきましょう。セカンドシリーズ突入ということで、今一度、 ゾイドがどういうものかというと、地球に飛来した一つのゾイドコアによって生まれた金属の体を持つメカ生命体。その姿は動物や恐竜など多種多様である生態系の頂点に立つ存在で人々から恐れられている。長い間地中深く眠っていたが一部の人間に発掘復元され、再び地上に現れた。 このコンセプト通り箱を開けると発掘なんですよね。で、ここにアプリも書いてありますが、漫画、アニメ、スイッチのゲームソフトとか様々な展開がされてますね。それでは開けて、はい、土っぽいよ。発掘あ、ここはいつも通りですね。セカンドシリーズでも変わらず、復元の書があって、さらにいつもの、初めに開きよう S パックね。 それとか、発掘パック B、発掘パック A で、メカユニット入ってますねで。これもいつも通りもう外してあげて、これがエボブラストのベースパーツってことか。で、メカユニットもおなじみのものだ。そしてゾイドワイルドはすでにパーツがこんな感じで分かれてますから、もうめちゃくちゃ作りやすいんですけど、 とりあえず S パーク開けておいて、僕はいつも通り、もうここはね、色で分けちゃうと、非常に作りやすいですね。基本のパーツ構成は、ワイルドライガーベースなのかなはい、色ごとに出したら、復元の章を見ながら作りましょう。要はこれでね、発掘復元の流れですよ。改造計画とかありつつ、 作り方は相変わらずフルカラーで非常にわかりやすいですね。まずはメカユニットに電池をセットして電源をオンして動作確認。はい、オッケー。そして骨格を作ってボーン復元ですよ。軸でしょ前足部分ね。電源のカバーと大きな骨格。 角パーツ反対側もカチャッとはめて上部のパーツと尻尾ねエボブラストユニットこれをここにはめ込むわけだこの方向でカチッとそして胸のパーツと横の部分ですねこの辺はほんとおなじみのパーツ構成って感じなのでここはめたら乗せるだけね 反対も同じようにセットしたら乗せると。で、前側のパーツをはめたら、Z キャップでロックですね。反対側も同じ箇所を Z キャップでロック。で、下顎部分、ここで組み立てて、さらに顎のパーツをはめると。そして上顎も、 牙の別パーツを取り付けて、ここね、顔出来上がるとすごいんですよね。ああ、そう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 。ライオン種の骨格形態の顔いいっすよね。爪パーツめっちゃごっつくなってる。本体側にセットね。で、ここでも2箇所止めてあげて、反対側も同じように2つパーツを通したら、 これで前足で後ろ足も止めてあげればはいこれで骨格形態復元完了ボン復元まで終わりましたこの骨格形態やっぱり武骨な感じいいっすよねそして爪パーツとか一部セカンドシリーズ的な進化を感じるでは頭を上げて動作確認 はい、完璧ですね。いつも通りこのヌルヌルとした生物的な方向アクション。で、エボブラストのユニットもしっかり動いてますね。オッケー。じゃあ、アーマー作っていこう。ちなみにゾイドは電動駆動のモーター型と全イ駆動の全イ型があって、今回は両方ともモーター駆動ですね。というか、このパーツの時点でなんか豪華になってるぞ、アーマーが。 シャーシャーシャシャっていう、より生物感がアップとのことでしたが、確かにこの辺の表現の仕方とかが変わってる感じするな。先に電源カバーと、あ、なんか尻尾のアーマーついてる。これで一番ボトムの部分までアーマー装着が入るんだ。あやっぱカスタム用のジョイントも増えてますね。反対側も同じようにパーツをつけてあげて、相変わらずガチッとね、各箇所が はまりますね。で、恒例の目を入れてあげて、メタリックペイントが映える。縦紙部分をはめると。ちょっとなんか、この状態、うさぎっぽい。縦紙パーツがいろいろと分裂してるわけだ。で、反対側も同じようなパーツ構成ですから、セットして、顔部分にはめてあげると、一気に、 味方側のロボ感出ますよね。ここのおでこ部分のパーツにはめ込みか。おーわーすごい縦紙豪華エボブラストパーツは3つ。同じものを作ったらここで止めてあげて、くるっと回転して格納すると。おーこれまでのワイルドブラストっぽさがこの状態はありますね。 ここのスリットか、この部分にはめるわけだ。これで OK ね。で、座席まだはめてなかった。座席をはめてあげて、サイドパーツを両方からセットと。グラフィティラベルもついてますから、これは自分の好きなようにカスタムして貼ることができます。クリアのフィギュアユニット自体もこれまでと変わってませんから、足のスリットを使って上からスッ とはめてあげれば完成ビーストライガーですはい、新たな進化ゾイド来たなかなかの生き物感確かに、ね、様々な箇所に生物的な要素をより強調して取り入れた感じに明らかに見た目変化してますね。はい、全体見るとこうで、縦紙のこのパーツの分割の仕方とか、尖ってるパーツの細分化だったり、 爪部分もより大きなパーツに変化してますよね。おそらく骨格パーツ自体は大きく変わってないと思うんですけど、アーマーパーツの形状変化で全く違う新たなライオン種に仕上がってる感じだな。顔周りとか特に進化してますもんね。で、エボブラスト。二段機構ギミックが一刻も早く見たい。遊び方は変わりませんから顔を上げて電源オン。 これでまずは、おお、引きだ歩行からの展開、そして、もう一段階。おおこれか <laughs> すごいねすごいすごいめっちゃ爪が、超巨大な爪が展開した。二段変化だパッケージに書いてあった第一、第二の今回の新たなギミックなんだ。ちょっと、引き目に見るとかなり巨大なパーツが、 顔の前で稼働してますね。一旦電源切るっしょ。で畳んであげてすごいな。でもう一段階でこの時点でこれまでのワイルドブラストっぽいんだけどもう一段階畳んで顔を上げてロックでしょ。もう一回いきましょう。 うわあやっぱ二段変形すごいはい、一旦これで止めて進化覚醒のエボブラスト状態で見てみましょう。はい、全体ぐるっと見回すとこうで大きなパーツが超ダイナミックに展開してますね。これがエボブラストか。ワイルドブラストはね、こう来て、 チャンとでその後に稼働しますがこんな感じだったのが二段変化と遊びやすさはね変わってないっすねカチャッとロックして一個目二個目と。 この状態で見比べると全長めっちゃ伸びてるのがわかりますよね。すごい。でも尻尾パーツとかもほらやっぱアーマーが増えていろいろ豪華になってるんだよな。上から見ても。やっぱ前までちょっとメカっぽさがあったところが全部生き物っぽくなってると。この新たなコンセプトいいぞ。これはもう一つのキャノンブルーもすごそう。じゃあこれも もう作りましょう。こっちらは逆に生物じゃなくって、機械要素が全面に押し出されてて、発掘はい、復元の書あるでしょう同じように、S パックとか A パック、B パック入ってて、メーカーユニットもありますから、組み立てましょうと言おうと思ったけど、こっちがマシンブラストのコアパーツ部分だ。あ、ここが、 稼働する感じね。では、防音復元していきましょう。電池入れる。電源オンして、動作確認 OK で、メーカー部分に軸をセット、骨格パーツを付けながら、電源ボタンと尻尾ね。そして反対側のパーツ、メーカー部分をはめて、 パーツはいろいろ新しい感じするけど、作りやすさは全く変わらずですね。Z キャップのミリタリーカラーっぷりすごいな。肋骨のカバーをはめて乗せた上で、後ろの足のパーツと前足をこうか。はめ込んだら、Z キャップね。 なんか割とここまでだとスマートに見えるけど、こっからごっついバッファローに仕上がっていくわけですよね。ここから顔の部分を両方からはめて、バッファローの角だここで一気にバッファロー感出てくるわけですね。はい、これで、 骨格形態復元完了。ボーン完成ですね。はい、ドンと置いてみると、あ、確かにごついごつい。やっぱ顔周りの凶悪っぽさあるな。はい、これがボーン復元状態です。でにメカっぽさがいくつかありますが、起動して動作確認。これは、歩行と口の開閉ですね。オッケー 動作確認完璧。じゃあ,あ、もうこの時点でほとんどのパーツ組み終わってて、アーマーパーツの数控えめかも。メカ造形が際立つのか。はい、ガチャガチャっとね、はまっていきますね。いや、これはでも本当に戦うための兵器ゾイド感すごいな。瞳のパーツセットからの、バイザーはあっても、ちゃんと目のパーツ別になってるわけね。そしてバイザー付きの、 頭部パーツをはめると、おゾイド感ゾイド感すごいやっぱここ繋がってるのいいね。で、角の調整するっしょマシンブラストのパーツに蓋をセットして、あ、ここが手動でこうやって開くんだ。なるほどね。セットして、ここでロックと。歯車に位置合わせて、背中に乗せてあげればの前に、座席どこ あれ座席パーツあ、ここだ座席、後ろあ、ここに、ちょっと待って。ここにフィギュア乗せる感じ。うわ新しい、あ、こういうことね。後ろに席があるから、ここに乗せて、で、歯車セットすればいいんだ。完成キャノンブルですお、これは圧倒的な平気感 骨格状態だともうちょっと生物っぽかったんだけど、いくつかのパーツをはめただけで、なんでこことかこことか顔のパーツをはめただけで、かなり平気感のあるゾイドっぽさ出ましたね。これは武骨で、もうシルエットが明らかにごつくていい。ライガー系に比べてショートボディになってますよね。ただ高さがあるんだ。 はい、全体ぐるっと見回すとこうで、Z キャップ自体もカーキで、この辺がビリジアンですから、ミリタリーカラーが強調されてますよね。はい、上側で、この辺が拡張性がありそうな、ジョイントパーツがたくさんある。はい、復元完了状態で、今一度近づいてみると、骨格部分が見え隠れしつつ、 この辺のアーマー造形、明らかに平気感あってすごいっすね。はい、顔と、マシンブラストパーツですね。座席がここにあると面白いですね。何はなくてもまず、マシンブラスト、新たなギミック確認しよう。ここのランチャー部分の蓋を外してひっくり返したら、電源オン。いきます。おぉそういうことねめっちゃ撃ってる そっか、こういう風に方針が稼働して、どんどんどーんと、撃って攻撃してる感を出してるわけだ。歯車連動で。はー。で、ここくるくる回りながら、銃口はね、9つあるんだけど、3列が順番に動く感じ。もうちょっとこう、上から見てみますか。 こういうこと。これは、マシンブラスト。意味がよく分かった。で、それに関連してというか連動して、口のこの上下ね。それと歩行アクション。あの歩行アクション、口の上下、背中のね、砲台で攻撃っていう、この三つのアクションを同時にしてる感じですね。すごい。あははは。 新コンセプトだ、本当に。で、遊び終わったら、蓋を閉めれば、格納可能と。そしてさっきの B ストライガーを横に置くと、はい、こんな感じで明らかに敵味方感があって、生物コンセプト、兵器コンセプトと、見た目の差別化がめちゃくちゃわかりやすいですね。はい、全体ぐるっと見回すと、こんな感じで、で、これで基本的な、 ま、組み立てと遊び方は終わりなんだけれども、箱の裏側でもゾイド改造書計画、カスタムがおすすめされてるんですが、 セカンドシリーズ発売に合わせて7月27日からゾイドワールドシリーズの商品を一度に3000円以上購入すると先着で公式改造武器がもらえるキャンペーンも始まるわけですよ。それがドーンこれねもうキャンペーンアイテムも僕の手元にあるわけですが、キャンペーンの詳細は概要欄に URL がありますので、そちらを参照してほしいんですが、見てわかる通りこの巨大武器にはいろんなジョイント穴があって、要はこれを使って、 自分の思い通りのところにガッチャンコして、つけて、ゾイドワイルドカスタム改造みたいな、こういうことができますし、でもこういうメカ的な武器だったら、キャノンブルーとかの方がいいのかな。はい、こんな巨大な武器を背負った状態で、さらにここでマシンブラストみたいな、こういう遊びをすることができます。 やっぱ平気っぽさあるから、ミリタリーテイストのゾイドワイルド系に非常にマッチしますね。一応これも近づいてみるとこんな感じで、引っ張ると分離とかもしますね。この辺は拡張性がありそう。 はいということで7月27日からセカンドシリーズが始まるゾイドワイルドの新しい機体のビーストライガーとキャノンブルーを紹介しましたとりあえず2体作った感じとしてはこれまでのゾイドワイルドの作りやすさはそのままで かなりゆっくり作っても230分でできますし僕は大体15分ぐらいで完成するかなそれくらいお手軽そこからさらに生物的なデザインと兵器的なデザインをより強調したゾイドに進化してて拡張性もかなりありそうですから今後この部分がどういう展開をしてくるのかが楽しみですねあとやっぱビーストライガーのエボブラスト二段変形の必殺技攻撃みたいなギミックは見た目も派手で初めて見た時は結構驚くかもしれない やっぱ目の前で見ると迫力ありますね。では、ゾイドワイルドの各新情報に関しては、すべて概要欄に URL がありますので、そちらからご確認ください。以上、ゾイドワイルドセカンドシリーズ、ZW25 ビーストライガーライオン種と、ZW26 キャノンブルーバッファロー種の初介でした。